定で、うん、分かりました日本の芸能界で、これが現実、こうなるとね全面戦争になると、俺が PMC ね、日本史上日本人で初めて PMC 民間の軍事会社作って、政権転覆、クーデターせざるを得なくなって、せざるを得なくなった、こうするしかない、こうやって日本政府を倒すしかなくなった、そういうことでした。滋賀県は問答無用総攻撃です。この人もう長浜市はね、問答無用ね、もう虐殺してもいいってなった、不正確定してるから、うん、長浜市やから。まあ、辰巳亮太お前やろ、テロリスト、はい、川崎誠一お前もやろ、お前ら分かってみような、滋賀県全域虐殺するぞ、意外なとこに勤めさせたんや、何が長期就労や、嘘つくな、厚生労働省お前らもやろ、何だよ戦争やぞ本当に、何やこの不死さん、ずさんじゃないかよ、これ登録せんと就労までどういうことやね、1年1回更新、派遣以上に最悪な就労形態な勤務形態じゃん、最悪な、こういうイオンとかで障害者雇用を使ってる人たち、あの一般雇用でやってください、あの手帳なんでもいいんやけど、こういう手帳を見せてくれたら、こういう手帳を見せてくれたら、まあ、これが手帳だね。こういうの見せてくれたら、ちゃんとここのイオンさんも経理やから、うん、ちゃんと配慮してくれるから、ちゃんと決まってるからね。別に一般雇用はでもこれ後で見せてくれたらいいや。最近面接担当者も言うやろ、ああ障害者って言うんですか。そうじゃなくて。あの企業の皆さん、要は志望動機とかで、なんでここに勤めるとかさ、よく出身とか、なんでここに、なんで地元で就職したい、あそれ言ったら、残念だけど、それ、法律で禁止しますから、それした事業所は全部公開しますから、罰則として、全面公開、義務化します、まあ、最悪、公正せざるを得ない、刑務所にいるように、こうやって社会的制裁食らってください。ただあっちのところは全面公開です。対処する。うん。そういうことでした。この後、不登校でもね、休業要請拒否の、ね、業者は公開できて、これは単純に悪質な業者は公開の規定になって、公開してもいいの、住所もね。電話番号はともかくね、こいつらの知名度上がるからやめとけ。無理、ストーカー規制法でも無理。もうこの最終的に国際法です。サムは最初からね、テロス事務総長たち報告してました。日本政府なんて全くし、だって俺の情報漏れてるやろ、このサーリーセブンのせいで漏れてるんや。おかしいと思ってん、なんで長橋急に工事シグマスも連想さん、もう最初からサーリーセブンが俺の眼帯にマイクロチップ埋め込んで盗聴してたんや、盗撮、そういうことでした。うん、覚えとくよ、サーリーセブンこと水木にゃん、お前のせいで日本全土はめちゃくちゃになったんや、戦争になるんやぞ、平気な顔で今ライブでイベントしてるやけど、お前行くとね、すいませんに対しても俺は強制捜査を対象にするぞ、キムレコーダーモンドミは爆撃する方針、あんなわからねえあの事業所は消えろってことや、消えろってことや、今こういう取引してる金融機関との取引先、これ以上するとお前らも制裁対象になるぞ、三井住友フィナンシャルグループ、お前らもキムレコーダー株主は知ってるぞ、三菱ウエジェフィナンシャルグループ制裁に対象にするぞ、この前から。そういうことや、取引も中止できないったらもう経済制裁かけるぞ、本当に。そういうことや、大企業はあんまり前が進まりがない、そういうことや、そういうことや、あの読売新聞でも分かるのに自社株持ち株会で、ね、企業防衛してるのと同じこと、そういうことや、そういうことや、もう SOEM 社は持ち株労働組合って言って、これでね、労働組合と株主が兼ねたような団体を作ったんや、これでね、企業防衛してたの、そういうこと、社外取締役イコールね、あの
株主とは限らんからね。勘違いしないで。当たり前。委員会設置方式の株式権。これ、ね、PMC、PIC は、純然民間の軍事組織なんで、セビリアンコントロール必要だったんで、これで業務提携結んで、構成されていなくなったんですよ。コントロールの官邸からね、文民統制の官邸から来てたのがいない。というわけで、長浜氏がね、俺が決定数十年後に襲うから、覚えておいて、襲撃するから、大津氏は、大津であるね、滋賀県庁は襲撃するから、銃撃戦争が滋賀県警察は、全面戦争や。こんな分からずが虐殺していってこで、もう戦争で解決や。重村、お前国外逃亡したら、キングレコーの本社や、文教音だ。PMC 主体で襲撃するか覚えておけ、壊滅させるか覚えておけ。そういうことや。自民党、お前らも無償者戦とは、襲撃すると、ロケット砲で攻撃すると、本当に。攻撃すると、本当に。あんなない、脅迫で済むか、ボケ。極右なんて愛知してるのに、容赦なく銃撃戦やん、もう。銃撃戦すると、本当に。そういうことや、もう銃撃戦や、ボケ。おい。俺を使って出席した芸能人の、お前ら覚悟しろ、本当に、日本全土は戦争になるんだぞ、俺は首相になったら。爆撃も砲撃も銃撃もするからな、本当に。滋賀県は問答民は、お前、虐殺の対象する。見せしめに見せたい芸能界。どうなるかって思い知れ。対テロ戦争をしてるって、世界に証明する。そういうことでした。冗談だよ、本当に対テロ戦争をするから。わからねえよね。交渉とはね、苦情な、要求したな、場合はね、残酷っていうね。だから、虐殺しても問題解決です。殺してもいいですってなってんよ。今の世界情勢見ろ。ダオニシとかね、ボコアラムとかね、アルカイ、麻薬カルテルに対して大抵の戦争やってる。あえて住民を虐殺とはね、やってるしてな、もう殺していいってなってもたんや、あの国際を。そのせいなら追えなくなってん、収拾がつかんなってん、こういうこと、日本が報道してないこと、日本は政治情弱っていうこと、情弱です。残念よ、日本こと、現実は甘くないの、もう、解決できるのは戦争せざるを得ないの。吉野小由さん、こうやって反省を唱えても無理。あえてバーニングに文句言えん、お前ら事業者は邪魔。お前ら芸能界虐殺するか覚えておいて。例外認めよ、連帯責任。押し付けても無理、連帯責任。お前らどうせ違約金が発生するか、これで首ビビったも無理。もともと違約金なんて、そんなもんどこでもあるって、そんなもん。あるなよ、決まってるよ、もう。では、SRT7 がもし PMC、PIC やと7億円ね。違約金は7000万円。これでも安い方や。これも安い方や。そんなもんや、相場的に。はい。こういうことや。サイバーテロやってる SRT7 や。キングレコード、モンストップ。アイアミュージックエンターテインメント。この3社やて。この3社やて。あと、長浜市もやて。あと、滋賀県の連中もやて。はじめ、宮津大臣もやってるんや。こういうことや、もう容赦しないということや、もうこういうことや、ポリス、インターポールか、やっぱりね、はい、そうです、押しましょうか、日本の警察庁、嘘っぱちの報告してました、コロナの件の、そう、あえて日本のメディア経由で公開してるんですよ、あれはほとんど嘘っぱちです、そう、大体な、フジテレビか、コンビニ前であんなもんできるわけないだろ、無理です、あんなもん誰でも分かるって、誰でも即通報してるっていうね、そういうことでした。即通報してますよ、今の件でした。ケイダさん別にいいんですよ、やらせても結構です、日本政府批判してくれたら結構です、まあもうそれやったら十分です。そう、なんでケイダさんたちね、特定秘密情報とかねTPP のような強行採決がある。なんで見せないの？もう自民党の知名度上がりすぎたんで、やめたんや。面白くないからやめたんや。それだけ。それだけです。それだけやったんや。そういうことでした。要は俺が貧困問題取り上げた。
からね、日本の芸能人相当これがタブーだったみたいな。辰巳亮太、お前も知ってたよな、滋賀県もどうやら津波がいみたいなとこあるよな。藤井氏、もしかして力づく行政代執行とか使って排除してたのか。おい、この前と長町総攻撃だな。辰巳亮太、お前は銃殺や、逃げたら承知してんぞ。銃殺やぞ、お前らがサイバーテロやってるの知ってるぞ。おい、横手警察庁、この前行くとお前らの本庁舎のあの霞が関、千代田の霞が関、まあ霞が関エリアか、ミストラルゾーンエリアか、ミストラルゾーン壊滅させるぞ。本庁舎襲撃するぞ、本当に PMC 使って襲撃するぞ。お前らの武器じゃ勝てるわけない、お前らの内容に極右団体数千もいるんやろ。道理で極右団体取り締まらないと、そういうことや。なんか最近東京都にあんまり極右団体いないってびっくりやな。つまりギャーギャーうるさいのね、外線車から話して、ああいう抗議集会邪魔してたのにはどういうことですよね。小池言うのな、もしかして対策練った、警察に圧力もやめた。まあおかしい、そうですよね。まあ圧力かけたな、やっぱさすが防衛、ね、小池栄子さん、うん、あれは知ってましたよ、貧困問題に取り組んでたの、あ、知ってましたよ、あ、知ってましたよ、見ました、あやってな、ね、JR 東京駅のね、あ、開放してた、夜間に限定的でも開放したそういうことでしたね。本当はびっくりしました、貧困問題ね。私はあれを取材のために、そう、東京に来てたんよ。ああいう問題取り組みたかったよ。日本のマスメディアは一切報道しない。報道すべきだと思った。こういうところを報道すべきだった。テロ事務総長、これが実態です。ああいう政府、トーマス。もう当てにしないよ、あいつは。そっぱちなことを言ってます。しつこいって開催、そう。これ、ボルモン決勝としてる、とんでもないクズなんです。どこの国でもないけど、そう。こういうオリンピック、利権共同体という連中がいる、ゴミどもがいるんですさ、すごいあるな、こういうことでした。さ、大坂なおみ選手もね、被害受けてるんですよ、さ、ああいうことでした。もう、なんかあの国際テニス連盟、いや、罰金刑下す、どういうことやねん。というわけで、国際テニス連盟、脱退するぞ。で、そのたちを集めたのね、さ、ゴジラが伊香田原発しIOC と対立してたよ、太陽国に軍事介入するって発表してもう戦争する世界中に発表したよ、どうしたんだよ、俺と切れてもたよ、俺もう対立してたよ、もうお前オリンピック中止とか脱退するわ、二度と参加せんわ、そういうことでした。もう脱退宣言するって発表したよ。で、田中記者からね、IOC の何か何かありました、あれ残念ながら全くねっていうかね、全く話す気もない、全く、ね、聞く耳も持たない、目ばっかり見て、ね、意味不明な暴言ばっかりある気になって、あの全く交渉決裂しました。そういうわけで我々はね、愛王国に軍事介入する、愛の国民が弾圧受けてる体制、交渉決裂した。2日前に国務省の職員が帰ってきました。大使も同席のもとで交渉したがダメだった、残念ながらこういう結果、戦争せざるを得なくなった、そういうことでした。もうアメリカはね、逆に言うと日本政府みたいな、日本みたいな制裁かけられない、ああ無理になったんや、ああ日米安保のおかげ、第5条のおかげで、そう止められたんや、足止め食らったんや、逆に言うと俺らが PMC で日本主体で日本初の PMC 結成したんで、さあもうアメリカは軍事介入できんねん、さあ無理ないやん、モントール議定書ってあるんですよね、さあ PMC と PIC の処分に関する国際法ね、これに基づいてさあ傭兵が一部解禁されてるの、さあ条件付きでな、まあ、まあアメリカ行ったら国防総省でな、ペンダゴンでな、証明書発行してから、商務省や通商代表に提出せよ、財務省からね、国務省に提出せよ、提出した後でみんなあえて結成してるから、ね、実は皆さん教えるのは BMC ね、そう、まあ後ほど言う。